反社との関わり疑惑であったり、あさっての参議院総務委員会、そして今後の衆議院選挙などについてお話ししたいと思います。はい、皆さんどうも、参議院議員の浜田聡でございます。今回も動画を見ていただきましてありがとうございます。はい、ちょっとね、今のうちに言っておいた方がいいなということをお話しさせていただこうと思います。まずですね、私の SNS などにですね、はい、反社と関わりあるのですかみたいなね、コメントが寄せられております。もちろんそんなことはありません。でですね、ちょっとね、いろんな嘘に関して広がるようであればですね、ちょっと反論はしていかなきゃいけないんですけれど、まあちょっとね、その情報の出所となる方の、まあとある動画ですね、ちょっと正直私、妄想が妄想を読んでですね、どこから手をつければいいのか正直手がつけられない状態になっておりまして、まあね、ちょっと古代妄想と、まあ大きすぎる妄想とね、言っても過言ではないような感じでございますので、ちょっとね、反論するレベルにはない、ということで、ちょっとね、静観をしようとは思います。でですね、まあ、反社との関わりがあるということについてはですね、もうそれがね、事実でないと、なればですね、まあもちろん事実ではないんですけれど、それはね、明らかに名誉毀損となることでございます。で、以前ね、参政党さんがですね、ちょっと演説かなんかでですね、我々の党がですね、反社と関わりがあるみたいなことをね、おっしゃっておられて、まあそれについてはですね、党の方で、賛成と訴えての裁判を、まあ今もね、しているところではないかなと思います。まあもともとね、党の、事務局長のね、賛成党さんの事務局長のね、神谷さんとは、仲良くさせていただいていたんですし、まあ私自身はですね、個人的に、彼と何か反目するようなことはね、ないんですけれど、ちょっとね、党同士が裁判している関係で、ちょっとね、お互い距離は取るような状態になっております。はい。まあ、個人的に仲が悪いわけではないと、少なくとも私は思っておりますが、まあ、そういうことでございます。ということで、ちょっとね、反社疑惑については、正直ね、ちょっと、経過を見たいと思います。